それでは発表させていただきます。私のスーパーカブ C125 いくらになったのか。じゃん、円になりました。皆さんこんにちは、ちがみなです。ブブーン。今回は私の愛車のスーパーカブ C125、 このバイクを査定していきたいなと思います。いやまあね、普通にね気になりますよね。3万キロ乗った自分の愛車の買取価格。実はこれね、先日の出来事なんですけど、家の前の駐車場にいつも通りねスーパーカブを止めていたら、とある紙がカブのミラーにくくりつけられておりまして、そう、勝手にね査定されている例のあの紙なんですけど、もうさあれ苦手。まあその書かれている金額にあれ腹がねちょっとね立つっていうのも、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、そもそも論ね、私のバイク勝手にね変わられたんじゃないかなっていう、勝手に入ってこられて、まあまあ、法律的にはちょっと分かんないけど、もしかしたら触られたんじゃないかなみたいな、そんなさ風にも思っちゃうから、そういうのも含めてあれ嫌なんです。まあね、実際にやっている人は雇われた人だと思うし、それを仕事としてやってるから仕方ない面もね、まあ、あるっちゃあると思うんですけど、自分で査定をするのはいいけど、勝手に査定されるのなんかもやってするんですよ。私だけかなこれ。まあなんていうか、正直そこでまあ売る気にはならないかなという風な感想にはなっちゃうんですけど、まあ貼られたことによって一つのね金額の目安としては知れるから、まあありがたいっちゃありがたいけれども、まあ普通に価値寄りです。まあね、そんな私の怒りはさておき、バイクっていうのは売らなきゃいけないタイミングっていうのがやっぱり存在したりはするんですよ。お引っ越し、子育て、身体的な問題、あとはやっぱり金欠、他にもね仕事の都合だったりとか、いろんな状況があると思うんですけど、出会いがあれば別れもある。売らなきゃいけない状態って実際に存在するんですよ。実際に私の父の話をすると、子育てとか出張とかそのいろんな諸々の関係でバイクを手放したって言ってました。なのでどうしてもね、そのライフスタイルの変化とかで手放さざるを得ない時ってあると思うんですよ。そしてそのタイミングっていうのが急にねポンとね訪れたりするもんだから、売りたいなっていう風に思った時にいくらになるのか、売る時に当てて損をしないためにも、今のスーパーカブの価格をね今日はね査定して調べていこうかなと思います。なので今回は簡単に査定ができる方法、自分の意思でねスマホ一つでやっていきたいなと思います。ちがみなの動画ってことで、今回はスマホ一つで簡単査定、カチ X を使ってこのスーパーカブ C125 の金額、買取価格をね調べていきたいなと思います。でまずはじめに株の現状を皆さんにちょっとねお見せしちゃいたいなと思います。あの何キロ走ってるとかそのあたりね。よし、やっていくぞ。まずは走行距離です。何キロ走ってるかっていうと、今ね39,459キロ。意外と走ってるな。3万キロって先にお伝えしたんですけど、思ってたよりも走ってて39,000キロだったんで、約4万キロです。そしてこのスーパーカブ C125 の年式については2019年モデルで、約5年間乗っております。そしてこのバイクの傷についてなんですけど、いや本体に外傷はないかな。結構ねちょいちょい直したりとかはしているんですけど、汚れてはいるけど傷はないみたいな、そんな感じです。あ、でもここはちょっと傷あるかもしれない。ここマフラーのところがボコボコしてます。これなんでやっちゃったのかな。確かこけた時にマフラー側に行っちゃって、その傷かもしれん。なんか錆びてる。そして全体を見渡してみて分かる通り、カスタムパーツがいくつもついておりまして、キャリアボックス、電源取り出しまでしていて、もうこのバイク一つあれば旅に出れる仕様になってます。まあスーパーカブの現状みたいなのはこんな感じです。それじゃあ
スマホで査定価値 X 使っていきたいなと思います。そっしゃよっしゃ、もうね、査定したい時には簡単なやつに限るよ。ちがみなの動画。それじゃあスマホで査定ってことで価値 X 早速使っていきたいなと思います。まずは愛車について、ホンダ排気量 125cc 以下、バイクの選択スーパーカブ C125、 あれどこだ、あれこっちかな、間違えちゃった、あ C125ABS じゃない、あれちょっと待って、なくない、 ABS ついてないもんな、あった、そうだ、走行距離3万キロから、これだ、ちょっと個人情報を入力します。よし、査定スタートボタンオン、おいした、お、来た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 、お申し込みありがとうございます、入力完了まであとワンステップってことで、何をやればいいんだ、スーパーカブ C125 の取引実績はこちらって書いてある、25万1000円、25万1000円、25万1000円、結構乗ってるし妥当かもしれん、じゃあ入力の続きはこちらって書いてあるんで、取りとか必要になるかもしれないんでちょっと取ってきます。それじゃあね、指示通りやっていきたいなと思います。まずは写真を撮るみたいに挟ります。明るいところで撮る、車台番号を見やすく、今の車台番号って分かった、やるぞ、それじゃあちょっと写真撮ります。車台番号、車検証、車台番号、車台番号、どうだろう、車台番号わかんないな、車台番号、あったあった、ちょっと次、キビとサビとへこみなんでマフラーのとこ行ってきます。カスタム写真、今カスタム写真を撮ってます。カブに取り付けたアイテムを写真撮って送るみたいです。そい、だいぶね、今ね、入力が完了しました。時間にして5分以内ぐらいかな、まだ5分も経ってないかなぐらいの感じです。そしてあとはなんかナンバーがあるかないかっていうのと、エンジンはどうかっていうのと、あと事故歴、立ちこけ、あとは走行中の こけとかあったかっていうのを記載するみたいです。立ちこけありなんで、どこだろう、滑りやすい地面、走行中の転倒、暗がり峠、事故もあるな、追突された、メーター交換、メーターの交換ってなんだろう、ないな、愛車の説明、よし完成しました、出来上がりました。そしたらこれで審査に進むっていうボタンがポチリと押せるみたいなんで、とりあえずポチりたいと思います。それでは審査に進む、オン、お、回答を送信しました、現在審査中です、なりました、審査中、待って、これ最短1時間以内に審査の結果をご連絡差し上げますって書いてある、ってことは1時間かかるのかな、最短で1時間後に届くかもしれないんで、ちょっとだけ今ちょうど山のふもとにいて、走りに行ってもいいですか、走りにせっかくね、ちょっと山のふもとのいいとこ来てるんで、これからダムダムしたいと思います。あ、ダム通ですね、宮ヶ瀬ダムっていう神奈川県内のダムがあるんで、ちょっとそこに行ってきます。ちがみなの動画、今ね、宮ヶ瀬ダムあたりの山道、峠道にね、やってきました。この辺りはバイクで走るのにね、ちょうどいい道が多くて、程よいカーブと自然があふれる道で、関東近郊の人がよく遊びに来るスポットです。で、まだね、撮影開始してからちょっとしか上がっていないんで、結果はね、出るのはまだちょっと先だと思うんですけど、スーパーカブ C125、過去に25万円でね、買い取られたらしいっていう表示を見て、思ってたよりも高いなーなんて思って、このバイク購入した時、だいたい40万ちょいぐらいだったかなーなんて思うんですけど、半額よりちょっと上ぐらいの価格でね、買い取ってもらえるって、正直ちょっと意外でした。まあでも、バイクによっては、むしろ購入時よりも中古の価格がめちゃめちゃ高いみたいなことになったりするじゃないですか。あれってやっぱりもう発売しないから高いのかな。自分の所有しているバイクの価値がね、めっちゃ上がってくって、それすごいことだなって思って、このスーパーカブ C125 も100年後とかに売ると、めっちゃね、貴重な車種になって、値上がったりとかするのかな？どうなんだ？でも全然ありえない話ってわけじゃないと思うんで、そうなったらめちゃめちゃ嬉しいですよね。これじゃあね、あともうちょいしたらダムエリア突入なんで、しばし宮ヶ瀬方面まで走っていきたいと思います。ちがみなの動画。
ってことで丹沢あんパン、荻野パン、揚げパンをね買いにやってきました。ってことで宮ヶ瀬ダム見ながら揚げパン食べたいなって思ったんで急遽立ち寄っちゃいました。それじゃあちょっと購入してきます。楽しみすぎるんだけど、やっぱ揚げパンはね最高なのよ。なんだかんだうまし。ってことで購入完了。揚げパンをダムで食べたいなと思います。それじゃ行ってきます。パンパンパパン、パンをね購入しました。これからね山の上の方、宮ヶ瀬湖の近くにね行くんですけど、パン買っちゃいました。丹沢あんパン、荻野パンっていう風に書いてあるお水なんですけど、おすすめはね揚げパンです。パンパンじゃないんかいって思うかもしれないんですけど、揚げパンです。絶対神奈川県のこの宮ヶ瀬付近の地域に来たら素朴な感じの給食を思い出すような揚げパンなんで、ぜひね食べてみてください。宮ヶ瀬湖着いた。この宮ヶ瀬湖周りの道ねめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。湖がツヤツヤだよ。わあ、船だ。何の船だろう。船とか宮ヶ瀬湖、え、宮ヶ瀬湖って船通るんだ、知らなかった。白いフワフワと待ってるんだけど、何これ、白いフワフワ待ってる、白いフワフワ待ってるよ。なんだこの白いフワフワ、おたけかな。タラのカブのカーブ。宮ヶ瀬ダム着く頃には多分1時間は経過していると思うんで、一旦ねそこで何かしら査定が届いたかどうか見てみたいと思います。まあでも1時間から数日かかるみたいな感じだからまだ来てないかもだけどね。ってことで宮ヶ瀬ダムにやってきました。後ろに見えているのが宮ヶ瀬湖です。この湖ね、だいたいいつ来ても綺麗なんですよ。特におすすめなのは、ちょっと寒い日の晴れた日です。じゃじゃん。ってことで、今日はパンランチ。荻野パンで揚げパンをね、買ってきたんで、これを食べつつ、ちょっとね、査定の結果が届いているか確認していきたいと思います。じゃあちょっと場所移動しようかな。飲み物買っちまいます。ということで本日のお昼ご飯は揚げパンとコーラです。両手に放ってまさにこのこと、揚げパンとコーラを買ってきたんで、今日はこれを食べつつ宮ヶ瀬眺めつつ、食べ終わってからバイクの査定の金額届いてるかちょっとチェックしていきたいと思います。それじゃあ皆さん、ひとまずコーラ乾杯。いただきます。美味しそう、うまっ。痺れる。やっぱ屋外で飲むコーラが一番最高よ。このシワシワ感がたまらん。それじゃあお次は揚げパン。揚げパンはねこんな感じで砂糖がまぼされてたオーストックスな給食であるような感じの見た目してます。そして、ね、隣のパン、クリームパンもね食べたくなっちゃったんで買っちゃいました。それじゃあいただきます。もちふわかりの出揃ったお味です。シュガーがね、口につくんで蒸しきそう、たまらん。やっぱり宮ヶ瀬湖見ながら食べるの美味しいんですよ。屋外ランチ最高。どっちも食べちゃう。クリームパンらしい出来たてだったんで調子しておきますか。王道のふわふわパン、ふわふわクリームよ。これからバイクの値段見るんだって思ったらドキドキしてきた。ご飯食べたら確認したいと思います。ごちそうさまでした。大変おもしました。ね、査定を開始してから約1時間以上経過したんで、一旦ちょっとスマホチェックしていきたいと思います。ちがみなの動画チェックします。メールとかなんか来てんのかな。来てないかな。まだ来てないかも。まだ来てないな。朝だったからかな。あ、待って、1時間後、ん？あ、待って、1時間後じゃなかったわ。間違えてた。あ、そういうことか。そういうことか。1時間以上、23時間以内に査定結果がね、届くみたいです。
今日の夜、いや今日の夜じゃない、23時間だから明日の朝ぐらいまでには、まあ、多分届くのかなっていう風な感じなんで、ちょっとしばしね、ちょっとね待っときたいなと思います。今日のところは心置きなくねツーリングを楽しみたいなと思います。なので皆さん、スーパーカブ C125 の査定結果が出るまでしばし待たれよー。しがみなの動画、皆さんおはようございます。あれから4日経過し、カチ X に査定に出してたスーパー株の金額、出ました。金額が出ました。そしてスマホにね送られてきましたので、その金額を皆さんにお伝えしていきたいと思います。それでは発表させていただきます。私のスーパーカブ C125 いくらになったのか、じゃん、16万3000円になりました。なかなかに現実的な価格を突きつけられた気がします。いや妥当だと思いました。正直妥当だなっていう。このバイクは3万キロ、約4万キロ乗っている上に、まあ、立ちこけ歴もちょっとあったりとか、まあ、傷もあったりとかするので、乗っている年数的に、まあ、妥当かなっていうね、金額になったんじゃないかなと思います。そして、なんかいろいろね、なんか書いてあって、入札式になっているみたいで、最高の金額が16万3000円で、一番ね、最低の金額が10万円でした。まあ、10万円ってなるとなかなかみゃーってなるんですけど、まあ16万3000円かーっていう感じで、占いです。金額が微妙だから占いっていうわけではないんですけど、まあ、この金額は買った金額40万円ですっていう風に言われたとしても安心してください。売りません。今の時点では、まあ、売らないかなっていうふうに思ってて、やっぱりこのスーパーカブは私のね、特別な存在だったりとかするので、乗れる限り、まあ、環境の変化とかで乗れなくなってしまう時期はもしかしたらあるかもしれないんですけど、乗れる限り、スーパーカブ C125、これからも乗っていこうかなっていうふうに思ってます。なので皆さん、安心してください。まあでもね、査定をしてもし本当に売るべき時、売るべきタイミングが来た時にはもうこれで慌てない、まあ、この金額が目安になってくれるので、もし今後どうしても売らなければならないっていう風になってしまった時には、今回出した査定金額を参考に売ることをね検討しようかなと思います。しがみなの動画、はい、というわけで本日はスーパーカブ C125、 3万キロ以上乗ったバイクを査定してみたわけだったんですけど、皆さん結果はいかがだったでしょうか。まあ私的には本当に現実的なリアルな数字、全然持ってない数字を提示されたなっていう風な感じがしていて、まあ、立ちこけ歴や追突歴があったりとか、あとはまあ傷とか、それと走行距離結構乗ってたりとかするので、まあ、そういった状況を踏まえるとすごくね妥当な金額をね提示してもらえたかなっていう風な感じがしています。まあバイクとのお別れってすごく寂しいことだと思うんですけど、まあ、私のねお父さんとかも、まあ、子育てタイミング、私育てるタイミングとかでバイクをね手放したりとかしている状況があったりとかするので、まあ、どうしても売らなきゃいけない時期ってやっぱ存在するとは思うんですよ。なので一度査定をしてみて金額を知っておくっていうことは私的にはね悪いことではないかなっていう風に思っているんで、もしね今の自分のバイクの価格気になるよっていう風に思った方は、概要欄に一応今回のカチ X のリンクを貼っておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。それじゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。